はい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 、やってきました、二次グループの発表です。いや緊張しますね。僕何話したらいいですかね。高木さん何も話さなくていいです。私があと5時間は話しますから。いや、それだったら僕何もしなくていいじゃないですか。そうですね、そういえば来週は敬老祝福礼拝ですね。あ、そうですね。教会にはいろんな先輩方がおられますけれども、信仰の先輩の方とお話をするともう学ぶことが多くていいですね。いいですね、うん、ご家庭ではどのような顔してね、 お話とかされているのか見てみたいですよね。そうですね、興味ありますよね。覗いてみたいですね、うん、あ、うちの家庭見てみます。え、高木さんの家庭、はい、いいですね。じゃあお願いします。高木家の生まれる苦しい神様助けて生まれる、神様どうか元気な神様の子供が生まれますように。あーね、生まれる、大丈夫、生まれた、生まれた、いやーかわいい、かわいい、お腹すいたね。あ、ごめんね。よしよし、ミルク飲もうかね。うん、よし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 。あ、そろそろ仕事行かなっちゃいけないんだけど、ワイシャツにアイロン当ててくれたかね。今忙しいの。あ、適当にパンパンして着てって。そう、あの、よし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 、弁当の方できちゃったかね。あー、ごめんごめん、あのジャーニー、あの米びつにお金、お米があるから持ってって適当に。ごめんね。なんか愛のある家庭のようなないような、ジジイ。まあね、最初はね、お母さんはどこも忙しいけ、こんなもんだと思います。大変だと思いますよね、高木さん。まあうちは実際こんなことないんですよ。本当は、あ、まあ、もう僕も足りないところあるんですけども、一生懸命あの妻のためにですね、あのできるように一生懸命あの分からながら手探りでやってますから、多分妻は僕のことをそんなに怒ってないと思うんですけどね。ともちゃんどうですか。あ、なんとなく笑顔がありますよね、はいはい、ラブラブでごちそうさまでした。はい、それでは次の家族の方お願いします。あれ、あれないな、どこ行ったんかな、さっきまであったんだけどな、どこ行ったんかな、あれ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 って何なん、あれって何なん、だからあれよ、あれ、あれここまで出てんだけど、もうあれじゃわからんよ、もうあなたはいつもなんか探しおるよね。もうそれ最後に使ったのいつなん。あ、最後に使ったのはね、それがわかれば苦労しませんよ。もうちゃんと整理整頓しとけばこんなことにはならんのよ。整理整頓ね、いつもやろうと思ったんだが、なかなかね、皆さん人生の半分くらい、半分くらいかね、なんか探しようんじゃない。半分、残念じゃねえ。半分じゃないよ、それ以上よ。でもね、いろいろね、探してたらね、いいこともあるんだよ。子供が小さい時に書いてくれたお手紙。おーい、すごい、いい感じ。これがちょっと、これお父さんなん、お母さんにはないの。ない。ひどい、目が細いですかね。それとかね、へそくりが出てきました。ちょっとちょっと、猫、猫か、空飛んどるよ。猫、え、ど、あ、ちょっと、俺のへそくり、これは家計に徴収です。もうがっくり、探し物をしているんですけどね、いつも探し物をしているんじゃないんですよ。人生の探し物は聖書を読んで歩みます。探すことは迷うことはありません。
やっぱそうよね、うんうん、じゃあ一緒に読もうか。そうね、あなた一緒に読みましょう。なるほど、人生の進むべき道は聖書にあるですかね。いいですね、素晴らしい。では次の家族お願いします。おっと、忙しいよ。おっと、あ、疲れた、しんどいな。ねえお父さん、釣り行こうよ、約束したでしょ。あー、ごめんね、釣り行こうって約束してたんだけど、何か体に力が入らなくてね。あの日にち変えてもらってもいいかね。じゃあ私がお祈りしてあげる。お父さんが元気になりますように、アーメン。元気になったな、なんか なんか知らんけど元気になった。ありがとう、じゃあ一緒に釣り行こうか。うん、よかったね。私最近しんどいわ。夏の疲れが出たのかな。お母さん、はいこれ。ん？何？どれどれ？お、失礼失礼。うん、お母さんいつもご飯を作ってくれたり、お掃除やお洗濯をしてくれてありがとう。私ができるお手伝いをします。いつも優しい優しいお母さんへ。ああ嬉しい、ありがとう。なんだか元気が出てきたね。そうね、あ、何かしたいことない？おじいちゃんとおばあちゃんに神様のことを伝えたい。電話で暗証聖句の宿題を出してお祈りの仕方を教えてあげる。それいいね、じゃあ一緒にしようか。じゃあ行こう。 OK。いや、こんな家庭素敵ですね。子供が周りの人に力強く明かしてますね。神様につながって生活するってとっても素晴らしいですよね。よし、僕はこんな家庭にしてみせます。ちょっと待って、高木さん、こんな家庭もあるんよ。お父さん、どうしたんですか？どうしたんて見てわからんのか。はい、老化防止のために老化防止。はい、忙しい。お父さん、はい、今日は家の掃除をする日でしょ。しっかり頑張ってくださいね。掃除やった。キッチンの掃除はきちんとしなくっちゃ。これさっさでさっさとやろう。よろしくね。はい、よしよし。お父さん、どうしたんですか？苦しい。大丈夫ですか？ちょっと脳梗塞かもしれん。おい祈ってくれ。天の神様、主人をどうぞお守りください。年のことも考えて、これから歩むことができますように助けてください。イエス様の名によってお祈りをいたします。アーメン。 ありがとな、これからもよろしくな。いいですね、こういう年の取り方できたらいいですよね。そうですね、どこの家族かもう分かったみたいじゃけど、まあそれもええと思います。では最後の家族をご紹介したいと思います。どうぞ。1年の3分の2を寝て過ごすあなた。それは言っちゃいけんでしょ。パパ、日曜日はいつもぐーたらしてるね、困ったね。パパはお仕事で疲れているんだよ、しょうがないよ。でも毎週日曜日にはパパはお家で一人ぼっちでいるよね。そうね、あ、
そうだ、かわいいかわいい娘が誘えばパパ教会に行ってくれるかもね。やってみて。誘ってみるけど。ねえパパ、起きて教会に行く時間だよ、一緒に行こうよ。ねえねえ起きてよ。かわいい娘から誘われたらこだわらないね。あれ、この初めて教会に行き出すエピソードってなんか聞いたことあるんですけど、どこの家庭でしたかね。え、私もようわからんけど、正解はじゃーん。教会の皆さん、今日はいろんな家庭を訪問してみました。いかがでしたか。どの家庭にも神様が中心におられ、家庭の中は優しさや愛でいっぱいなのを感じましたね。そうですね、胸が熱くなりました。本当ね。では最後に家族についての暗唱聖句を言います。はい、短いですが大切な聖句ですので皆さんもぜひ覚えてください。はい、ではよろしくお願いします。2回繰り返しますのでよろしくお願いします。はい、主イエスを信じなさい。そうしたらあなたも家族も救われます。もう一度、はい、主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。使徒行伝16章31節。以上です。ありがとうございました。これで二次グループの発表を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。